予約開始が12月1日8時から？今日やん、もう始まってるやん。昨日ね、今月12月開催の熱海の海上花火大会のお知らせをしたんですけども、年が明けまして1月元旦も熱海は暑いということなんです。と言いますのは、株式会社富士急マリンリゾートさん、令和5年元旦に船上から船の上から初日の出を眺める特別企画、元旦初日の出クルーズを運航ということです。でこのクルーズ船なんですけども、毎年実施されている恒例企画で、初日の出が水平線から昇る様子を海の上という特別な場所で見られるということです。最高に贅沢な時間ですね。概要ですけども、元旦の熱海港熱海初島便定期船乗り場を6時30分に出港、6時から乗船券の発売開始、熱海港の窓口です。6時半ごろ熱海港を出港しまして、遊覧停止して船から初日の出を鑑賞、日の出時刻は6時50分だそうです。そして7時20分に熱海港を寄港します。乗船時間は約50分の予定。就航する船がですね、イルドバカンスプレミア、今回の定員は250名。このイルドバカンスプレミアの最大定員は605名ですが、今回のご予約の方が250名となっております。で予約方法が電話予約となっておりまして、055781-0541 055781-0541、予約開始がですね、冒頭申し上げました通り12月1日、この動画が投稿された日の8時からになっております。料金が大人2600円、小学生が1300円、未就学児は無料ということです。その他はご覧の通りとなっております。また別で静岡のね、情報をまた流させてもらいますけども、最近静岡がなんか僕の中で、めちゃめちゃ気になるところでございます。さあ来年は初日の出、いい天気で見れますかね。はい、そんなこんなで、今回は予約開始がもうすぐなのか、見られた時にはもう始まっているのかもしれませんけども、ご予約される方はお急ぎください。ここでお便り、そしたら上から、安番さん、動画でやると聞いた気分になって、動画でやってるんでね、聞いた気分になって朝聞くの忘れてしもて夕方に聞いてました。あれですね、音声配信の方を毎朝聞いてくれてたんですね。動画の方はまた別でね見ていただいて、どうもありがとうございます。ちょっとやり方変えて数字上がってないんですけども、ちょっとこんな風にやっていきたいと思います。はい、安番さんありがとうございます。もう一つ、そしたら、ポッカポカさん、音声だけの県内放送も好きだけど、 YouTube では情報がコンパクトに分かりやすく紹介されているのでとてもいいですよ。 ありがとうございます。上ちゃんの YouTube を見て淡路島河原屋田園キャンプ場を利用しました。実は夏休みに妻の実家の淡路島に遊びに行っている途中、妻のお父さんが流行り病にかかったことが判明。泊まる場所を悩んでいた時に上ちゃんの紹介を思い出してキャンプ場に連絡したら、車中泊専用の電源サイトが空いていたので快適に車中泊することができました。あの時は上ちゃんに感謝でしたね。いや嬉しい。なかなか皆さんの役に立ってるかどうかっていうのは分からないことが多くて、あそこ使ったよ、ここ使ったよって言ってくれるとね、すごい嬉しいです。どうもありがとうございます。これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。これからも無理のないペースで動画配信も頑張ってください。はい、ありがとうございます。まあね、無理のないようにちょっと形変えたんですけども、どっちかっていうとね、僕も家族とその遊びに行って、平日もね家族との時間大事にしたいので、なかなか、動画の負荷を下げようとね思いまして、情報メインっていうところでやっていきたいと思います。ポッカポカさんいつもありがとうございます。そうやな、これ3通やから前の動画ですね。もう一つ言っときましょうか。ホソさん、アストロタイガー改造機のホソさん、どうもおじさんです。親父ギャグね、親父ギャグ拾ってくれるんで、どうもありがとうございます。反応ないですからね、一人でやってるんでシーンってしてるんですけどもね。はい、どうもありがとうございます。車中泊してみたいけど、もうちょっと寝心地がよくねしたいなっていうね、車を改造したいなとかね考えられてる方、もうちょっと手軽に車でフラットに寝たいなっていう方ね、こういうのいかがでしょうか。シートに乗せて使える車用のベッド、カーベッド、クラウドファンディングの幕開けで、11月30日、午前11時から翌年の1月23日までクラウドファンディングを実施しております。幕開けのクラウドファンディングのページは概要欄リンク載せておきます。テント泊で、冬ねして床なんていうかな、地球からの冷えを感じた方、やっぱちょっとねちょっと空間欲しいですよね。そういう時やっぱコット使ったりされる方もいるんですけど、やっぱ車中泊で寝ればね、もうちょっとマシ
足かな。でも寝袋はいりますね。底冷えやっぱり車でもします。ただ設置してないのでその分、マシっていうのはあるんですけども、さらにですね、車の中でこのコットのような形のこのベッドがですね、デコボコを解消して、なおかつそれこそキャンプのコットのような寝心地でね、フラットに寝ることができます。またこの足がついておりますので、下にね小物を収納したりとかもできますので、寝具以外のものを直したりとか、スペースの有効活用にもなりますし、折りたたんでねコンパクトにすることで車の後ろにしまっておけますのでね、緊急時にもいいかなと思います。ただちょっとまあ上ちゃん的に言いますと、足があるので天井が低くなりますよということなんですね。なのでまあ折りたたみもできますんで、就寝時のみにパッと開いて寝るというのを使い方がね一番いいのかなと思います。ただこれねすごいなと思ったのが、コットでしょ、ちゃんとその車を傷めないように足のところにね荷重分散できるようなシートがついてるんです。今だったらすぐ行けば今7980円税込み一つね、残り122個なってますね。はい、そんな車の中の空間を有効活用できる快適な車中泊ベッド、お手頃価格で幕開けでクラウドファンディング開始してますというお話でございました。さあ12月だんだん寒なってきますね。週末ね遊びに行きたいですよね、どこ行きます？皆さんコメントお待ちしてます。最近こんな感じの動画ですけども、いかがでしょうか。あ、まあこんな感じだとね、たくさん情報できるかなと思いまして、ちょっとこんな風にしております。何卒ご理解ご協力の上、よろしくお願いいたします。それでは以上、上ちゃんでした。バイバイ。